はいどうも、ミニマリストのたけるです。今回の動画では1年前からやっている企画で大好評のシリーズ、聞くだけでお部屋が片付く、物が捨てられるミニマリストの11の言葉をご紹介したいと思います。今回この動画をご覧いただいている方の中には、片付けが思うようにはかどらないという方だったり、片付け中迷うことが多いから背中を押してほしいと思っている方、きっと多いと思います。そんな方々はミニマリストの考え方だったり、ミニマリストが生み出した言葉に触れてみるといいかもしれません。きっとね、今回の動画を最後までご覧いただければ、片付けのやる気やモチベーションにつながったり、片付け中に迷った時にきっと皆さんの背中を押してくれるはずです。ぜひ最後までご覧ください。こちら簡単なプロフィールです。僕は2015年人生どん底を味わいまして、難病が再発し、収入ゼロ、貯金ゼロの貧乏生活をしていました。そこから人生を V 字回復させるために、徹底的に物を減らし、ミニマリストになって節約を極め、そしてこんな風に YouTube で発信活動を始めて、稼いだお金を資産運用に回し、今ではセミリタイア生活を送れるまでになりました。それでもなお今では3人暮らしで、最低生活水準の月15万円で暮らしています。そんな感じで僕の実体験に基づくお話、ミニマリストのこと、片付けのこと、節約のこと、低コストライフのことなど、この YouTube チャンネルで発信しておりますので、興味がありましたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後に、今回の動画でも伝えたいことがたくさんありますので、少し動画の尺が長くなるかと思います。ぜひ何か作業をしながら、行動をしながら、片付けをしながら、ラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。それでもこの動画ちょっと長いなぁと感じた方は2倍速で聞いてみてください。では早速本題に参りましょう。まず一つ目から参ります。聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉、一つ目は、片付けられないはキャパオーバーということです。これはつまりどういうことかというと、このキャパオーバーというのは2つの意味があって、まず一つ目の意味は、家の収納の限界を超えている状態です。そしてもう一つの意味、二つ目の意味は、人生において自分の許容範囲を超えている状態のことを意味します。つまり家の収納においても自分の人生においても、片付けられないっていう状態はキャパを超えてるよということです。だから片付けられないとか、どこから手をつけていいのかわからないっていうのはかなり危険な状態です。なぜかといったら、片付けられないぐらい物が増えてしまっているし、きっと片付けられないっていう状態であるということは、きっとたくさん物があると思うので、で物っていうのは一個一個お金が形を変えたものですから、要はお金を失っている状態だから、お金もきっとないと思うんですね、少ないと思うんですよ。でさらに片付けられないぐらい時間的な余裕もないわけなので、人生が右肩上がりに上がっていくというよりかは、まあ、停滞したりとか、ちょっと衰退気味なのかなっていうふうに思いますね。物がたくさんあって片付けられないっていう状態は、皆さんのお家の収納、そして自分のキャパを超えてしまっている状況ですので、早めに対策を打ちましょう。まあ、例えばですけども、スマホのストレージがもう限界なのに何も対策をしない人っていないですよね。おそらく写真なり動画なり不要なアプリなり消すんじゃないかなと思います。まさに皆さんのお部屋がそうなってるかもしれないということです。じゃあ具体的にどうすればいいのかというと、1日5分でもいいから片付けを始めるということも大事ですし、あと僕が推奨しているのは、スモールスペースから片付けていくっていうことですね。その大きい広いスペース、例えばリビングからやるとか、キッチンからやるとかじゃなくて、まずは財布の中身とか、スマホケースだったり、カバンの中だったり、車の中だったりとか、玄関だったりとか、あとテーブルの上だったりとか、なんかそういう狭い空間、ちっちゃな空間から片付けていくと、片付けに取り掛かりやすいし、比較的簡単に必要なものと、まあ普段使っているものと、そうでないもの、全然使ってないものだったりとか、壊れてるものだったりとか、ボロボロのものだったりとか、これから使わないようなものっていうのをどんどん手放せるんじゃないかなと思います。ということで、なかなか片付けられないという方は、収納においても人生においてもキャパオーバーになってる状態、危険な状態ですので、今日から明日からぜひ少しずつ片付けを始めてみてください。
では2つ目参ります。聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉2つ目は、物の量だけ汚いは隠れるということです。皆さんのお家は自信を持って綺麗と言えるでしょうか？僕もお部屋経験があるからこそ言えるんですけども、あとは出張部屋の片付けをした経験があるからこそ言えるんですけども、物が多い家ってめちゃくちゃ汚いんですよ。なぜかというと、物が多いとホコリとか汚れてたまりやすいからですね。例えば置物だったりとか飾り物だったりとか物の裏側だったりとか、あとはそのコンセント周りのケーブル類、コード周辺だったりとか、あとは押し入れの中のものとかもめちゃくちゃ埃もたまりやすいし、汚れもきっとねたくさんあると思うんですよ。かつ物を溜め込みがちでお部屋になってる方とか買い物が好きな方っていうのは、あくまで統計ですよ、統計としてお掃除をするときにその手の届く範囲しか掃除しないとか、物をどかして掃除しないとか、そのね、物をどかして掃除してまた元に戻すっていうのが面倒くさかったりとか、あとは例えばまあ押し入れのところを全部物を出して掃除するとかもしないでしょうし、要は目に見える範囲が綺麗であればいいっていう思考の人が多いので、確かに目に見えるところは綺麗かもしれないけど、結構細かいところを見ていくとホコリがすごい溜まってたりとか、汚れがね蓄積されてたりとかするんじゃないかなと思います。かつ掃除の頻度もどんどんその少なくなってくる方が多いんじゃないかなと思うんですね。僕も実際昔そうでしたけど、つまり物が多い分汚いのは隠れてしまうし、人によっては見て見ぬふりをしている人もきっと多いと思います。でその汚れとかホコリを放置し続けるといろんなデメリットがありまして、まずは掃除するのがめちゃくちゃ大変になります。億劫になります。ハードルも上がりますし、で2つ目のデメリットは衛生的にも健康的にも良くないっていうことですね。睡眠の質もかなり下がります。呼吸が浅くなって。3つ目のデメリットは、人によっては鼻水だったり鼻詰まりだったり肌荒れの原因になりますね。4つ目のデメリットは、疲れが取れないとか毎日だるいとか毎日が憂鬱になったりするんじゃないのかなと思います。まず体が回復しないんですよね。だから元気になるっていうことがあんまりないんじゃないかなと思います。で5つ目のデメリットは、賃貸にお住まいの場合、退去するときにお金がかかりますよと。でマイホームの場合はその汚れとかがひどいと、もしそのねマイホームを何かの理由で売却したいってなった時になかなか売れなかったりとか、すごく汚れてるからそのマイホーム自体の資産価値が下がっちゃったりとかもします。で最後のデメリットとしては、汚れとかホコリを放置し続けると運気が悪くなるということですね。何もスピリチュアル的な話ではなくて、まあ、当然ながらホコリとか汚れが多いと風通しも悪くなるし、気持ちもね、そこに住む人の自分とか家族の気分が下がりやすかったりとか、まあ、当然そのポジティブな気分でいる時間が少ないと思うんですよね。イライラしたりモヤモヤしたり、でさっきも言ったようにいろんなデメリットが出てくるので、掃除が大変だったりとか散らかしっぱなしになったりとか、衛生的にも健康的にも良くない、鼻詰まり鼻水肌荒れも出てくる、疲れも取れないし毎日だるいし憂鬱ってなったら気分が上がらないじゃないですか。だからそういう運気の気は気持ちの気、気分の気なので、そういうのも悪くなるし、あとは当然そのホコリとか汚れがあればあるほど日当たりもね悪くなるし、逆を言えば片付けてしっかり掃除をすればちょっとお部屋が明るく見えるんですよ。不思議なんですけど、あとは家族の健康状態も悪くなっていくから、まあ、当然パフォーマンス、生産性、判断力、思考力、あらゆることが低下していくから、まあ、当然運気も悪くなりますよね。じゃあそんな方はどうすればいいのかというと、汚れの原因である不要なものを徹底的に捨てるということですね。物が多ければ多いほど汚れ、ホコリが隠れていくので隠さないと。物を減らせばすぐに汚れとかホコリとか、なんならその床の上に落ちてる髪の毛とかがすぐ目につくからパッと掃除できるわけですよ。でも物が多ければそれが面倒くさくなるし、見て見ぬふりをするし、だからどんどんホコリとか汚れが蓄積されていくから、まあ、こまめに不要なものを捨てる、汚れがあれば掃除をするっていうのが大事かなと思います。あとは何といっても掃除しやすい環境づくりを進めていくことが何より大事だと思います。もっと具体的に言うと、なるべく床の上に物は置かない、そして収納とかも、まあ、できれば5割収納、5割以下収納にした方が
掃除しやすいですし、まあ、汚れとかホコリも目につきやすいですし、掃除のハードルもね低くなると。我が家でいうと掃除機かけるのに多分5分10分で家中掃除できるんですよ。だから綺麗を保ちやすいっていうのはあると思います。なので改めまして、物の量だけ汚いは隠れてしまいますので、今一度皆さんのお部屋を確認していただき、ホコリとか汚れの隠れ場のものを徹底的に減らして、不要なものはね減らして掃除しやすい環境を作ってみてください。続いて3つ目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉3つ目は、同じものがたくさんあるなら一つだけ選ぶということです。どういうことかというと、ミニマリスト的に言えば同じものは2個もなくていいんですよね。1個で十分なんですよ。例えばペンやハサミ、カッター、ノリといった文具だったり、同じ用途の靴、まあ、例えばパンプスが2足あるとか、カバンも例えば旅行用のカバンが2つ以上あったりとか、化粧品とかも口紅が2つとかマスカラが2つ以上あるとか、洋服とかも例えばじゃあコートが3着あるとかね、冬物のコートが3着あったり、例えばマフラーとかも3枚あったりとかっていう感じで、同じ用途のもの、靴とかカバン、化粧品、衣類とかがあったり、あとは充電器とかもタイプ C、ライトニングケーブルが2本も3本もね同じようなものがあったりっていうのは、僕は必要ないかなと思うんですよね。それぞれ1個ずつでいいのかなと思ったりします。ペンも1本でいいと思いますし、ハサミもカッターもノリも1本ずつ1個ずつでもいいと思うしね。でパンプスとかも1足で足りると思うし、カバンとかも旅行カバンとかであれば1個で十分だと思うしっていう感じで、ミニマリスト的な観点で言うと、1ジャンル1アイテムを心がけると収納もお部屋も格段にスッキリするはずです。で当然物によっては家族構成によっては2個必要ですよという方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういうケースもあると思うので、そこら辺は臨機応変に皆さんが暮らしやすいようにしてほしいんですけども、おそらく僕のチャンネル、なんならこの動画をご覧いただいているということは、収納だったりとかお部屋をスッキリさせたいっていう方が多いと思いますので、ぜひできる限り1ジャンル1アイテムを心がけてみる、なんならそれを実験してみるってことですね。2個3個あるものに対して1個だけ厳選して、他のものは保留ボックスで保管してみる、ない生活をしてみるっていうのも全然ありだと思います。で必要だったらまた取り出せばいいし、そんな風にやってみてください。では4つ目参ります。聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、便利なものが増えすぎると不便になるということです。皆さんのお家にはどれだけ便利グッズがあるでしょうか。そして実際にそれらの便利グッズは使ってますでしょうか。使ってみたけど不便だった便利グッズはないでしょうか。これ結構あるあるなんですよね。もちろん実際に皆さんのお家で使ってる便利グッズもあるんでしょうけども、使ってみたら微妙だったり、買ってみたけど不便だったり、メンテナンスが面倒くさかったりとか、あとは便利グッズが増えすぎたがゆえに使わなくなるものが出てきたり、そして使わないものが増えた結果生活全体が不便になるっていうのはもう全然あるあるなんですよ。メンテナンスに時間と労力がかかったりとか、探し物が増えたりとか、お部屋が汚くなったり、汚れが溜まったりとか、片付け掃除が大変になったりとかするわけですね。だから我が家の場合、僕の場合は使わなくなった便利グッズは容赦なく手放しますし、買ってみたけど使ってみたけどちょっと微妙だなと、不便だなと思ったものも徹底的に手放してますね。で結果そんな風にして見て分かったことは、本当に便利で僕たちの生活を便利にしてくれるものっていうのは本当に少ないんだなと思いましたね。なので皆さんにお伝えしたいこととしては、便利グッズも増やしすぎには注意が必要です。使ってないもの、買ったけど使ってみたけど微妙だったものはできるだけ手放すようにしてみてください。それでは5つ目参ります。聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉5つ目は、使う予定のないものをしまっている人ほど収納がないというですね。これも物が多い人あるあるじゃないでしょうか。例えばちょっと話はそれるかもしれないですけど、洋服をたくさん持っている人ほど着る服がないって言ってるのと同じですよね。でもミニマリスト的な観点で言えば、まあ、洋服の話で言うと着る服がないって嘘だと思うんですよね。着る服は十分にあると。今までたくさん買ってきたわけだし、クローゼットの中、収納ダンスの中にたくさん服はあるから、着る服がないのは嘘だよねと。
服を買いすぎた結果、着たい服が見つからないだけで、なんならないだけで着たいと思える服が、服はたくさんあるんですよ。そこをちょっとまあ誤解というか勘違いしてるのかなとも思うし、収納に関しても同じです。収納がないっていうのは嘘で、家にはたくさん収納があるわけですよ。収納はあるんだけど、ただ使う予定のないものばっかり入れてるからしまう場所がないだけで、片付ければ収納はあるんですよ。そこをちょっとまあ物が多い方というか、着る服がない、収納がないって言ってる方はちょっと勘違いしてるのかなと思います。ちょっと辛口になってしまいましたけども、これが現実であり真実です。なので皆さんにお伝えしたいメッセージとしては、収納がないのであれば収納を新たに買い足すのではなく、広い家に引っ越すとかでもなく、今収納されているものたちをぜひ見直してください。そして今現時点でその収納されているものたちの中で使う予定がないものを全部手放せば、間違いなく収納スペースは増えるはずです。それでは6つ目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、面倒くさがりなら面倒を手放すということです。僕は根っからの面倒くさがりなんですが、皆さんは実際どうでしょうか。多分暮らしの中で面倒くさいなって思うこと誰しもあると思います。それを解決する方法の一つが、物を減らすっていうことなんですよね。つまり僕たち人間はわざわざ物を増やして暮らしを面倒にしてる。面倒くさがりな方が多い中で、わざわざ物を増やして自ら自分の首を絞めに行くというか、わざわざ暮らしを面倒にしてるんですよ。例えばなんですけど、食器とか調理器具が増えすぎた結果、洗うこととか収納することが面倒くさくなったり、あとは洋服が増えすぎた結果、洗濯をする、ジャブジャブ洗濯するのとか収納するのとか、あと衣替えをしなきゃいけなかったりとか、クリーニングにいちいち出すのも面倒くさくなったりするじゃないですか。あとは床に置いてるものが増えすぎた結果、掃除とか片付け、整理整頓も面倒くさくなりますと。で、あとは僕の過去の例で言うと、家全体に物が多すぎて汚いから、例えばお友達とか恋人を家に招くってなった時に、いちいちその大掃除するのが面倒くさかったんですよね。できっとこの動画をご覧いただいている方の多くは片付けたいっていう方が多いと思うんですけども、まあそれでもやっぱり片付けが面倒くさいって感じている方多いと思うんですね。でもその根本の原因は物を増やしすぎたからなんですよね。物が少なければ片付けなんて一瞬で終わりますから。で、僕もそのことに気づかず、面倒くさがりっていうことは理解してたのに、知ってたのに、わざわざその面倒くさくなるようなことをしていた、物を永遠に増やすみたいなことをしてながら、今となってはすごくもったいない暮らし方だったなと思うわけです。結論、これは昔の僕にも言ってあげたいんですけども、もし皆さんがお家の暮らしの中で、おそらく面倒くさいことでたくさんあると思うんですよ。だから面倒くさいのが嫌だったら、もう物を徹底的に減らしましょうと。そしたらその面倒くさいっていうのは、まあゼロにはならないかもしれないですけども、格段にそのストレスというか嫌な感情が出てくることもかなり減ると思います。それでは7つ目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉7つ目は、2軍の服を着る意味なんてないということです。皆さんはクローゼットの中にどれだけ2軍の服を持っていますでしょうか。普段どれだけ2軍の服を着ていますか。ミニマリスト的な観点で言うと、1軍の服だけで良くないですかっていうことなんですよ。2軍の服を着る意味なんてあるのかなと思うわけですよね。例えば2軍の服を着るデメリットとしては、例えばその初対面の人とか、あとは恋人の前で着れなかったり、あとは2軍の服を着る日っていうのはやっぱりテンションも下がるし、気分も下がるし、自己イメージというか、まあ自己肯定感っていうんですかね、まあ自信だったりとかかもしれないけど、そういうのが下がるじゃないですか。あとは2軍の服を着る瞬間、気分って上がらないですよね。逆に1軍の服を着るメリットとしては、常に最高の自分を作れる。いつでも友達とか恋人とも初対面の人とも会えるし、その準備ができてると思うし、で一軍の服を着た瞬間、気分が上がる、モチベーションが上がったりとかもします。気分が下がることはないですよね。だからぜひ皆さん、クローゼットの中に2軍の服がある、そしてそういった2軍の服をたまに着てしまう、着ているっていう方は、そういった2軍の服は今すぐ手放していただき、1軍の服だけ
残してそれらを着るようにしてみてください。洋服を片付ける際はもう自分にとってのオールスター選手を選ぶ感覚で自分だけのスター選手を残してほしいなと思います。そして8つ目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、なくしても落ち込まないものは持たないということです。皆さんは持ち物の中でもし仮になくしたとしたら、そのショックを受けるもの、落ち込むものってありますか？僕の持ち物のほとんどはなくなったら困るものばかりなので、仮になくなったとしたら、まあ、かなりショックを受けるというか、どうしようみたいになりますね。まあでもずっと悩んでても仕方がないから、すぐ同じものを買うし、まあそもそもなくさないように丁寧に扱うと思います。つまりこのことから何が言いたいのかっていうと、皆さんもなくなったらショックを受けるもの、傷つくものというか、落ち込むようなものはぜひ片付けをする際は残していただいて、大切に扱うようにしてほしいなと思います。で、その一方で、なくなっても何とも感じないものというか、ショックを受けないもの、落ち込まないものもおそらくあると思うんですよ。そういうものは手放してもいいものになります。なぜかというと、理由はいくつかあるんですけど、皆さんの生活人生に価値を与えていないとか、あとは皆さんの生活にそれほどいい影響を与えてないんじゃないかとも思うわけです。で、さらには皆さんの中でその亡くなってもショックを受けないっていうことは、皆さんにとっての優先順位が低いものの可能性が高いわけです。あとはおそらく妥協して買ったとか、なんとなくお得そうだから買ったとか、あとはこだわりなく適当に買ったものだったりするんじゃないのかなと思います。おそらく本当に大事なものだったら、こだわり抜いたものだったら、優先順位が高く皆さんの生活にいい影響を与える価値あるものだったら、なくなったら相当傷つくと思うんですよ。なのでちょっとこれは特殊な片付け方かもしれないですけども、一個一個のものに対して、これをなくしたら、これがなくなったとしたら自分は落ち込むだろうかって考えてみると、そのものに対する自分にとっての価値だったりとか、愛情だったり愛着だったり、そのものの価値にね、気づけたりしますので、ぜひやってみてほしいなと思います。続いて9つ目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、本当に大事にできるのは少しだけということです。これどういうことかというと、僕たち人間の時間は有限なので、1日24時間じゃないですか。だから大切にしたいものがあっても、限られたものしかメンテナンスできないし、愛情は注げないし、大切にできないということですね。つまり好きなものもありすぎるのも結構問題で、例えばですよ、例えば服も好きだし、靴も好きだし、カバンも好きだし、インテリアも好きだし、ぬいぐるみも好きで、キャンプも好きで、ガーデニングも好きで、読書も好きで、コーヒーをね、コーヒー豆からガリガリやってコーヒー入れるのも好きっていう人がいたら、もう全部が全部メンテナンスして全部愛情注ぎ込むってすごく難しいと思うんですよ。時間がいくらあっても足りないし、多分それらのものたちに 100% 愛情注いでる時間とか余裕ってないと思うんですよ。おそらく、まあ、仕事もしなきゃいけないし、家事もしなきゃいけないし、人によっては育児もしなきゃいけないから、多分もう何でも好き、もう私は好きなものしかないって言ってる人でも、おそらく愛情注げてないものあると思うんですよね。メンテナンスできていないものというか、ほこりかぶってるものというか。現に皆さんは大事なもの、大事にしたいもの、大切にできていますでしょうか？愛情注げていますか？僕は過去にたくさんものを持ってましたけども、当然全部好きなものだと思ってたんですけど、愛情注いでいると、愛情注げてると思ってたんですけど、現にやっぱり使ってないものとか、メンテナンスを怠ったものとか、もうボロボロのものとかたくさんあったから、まあ、それを目の当たりにしたから片付けで、あ、自分が管理できて愛情注げるもの、大事にしたいものって数に限りがあるというか、本当に少しだけのものしか愛情注げないんだなっていうことに気づいたから、僕は大好きなものを管理できる分だけ少しずつ持つようにしてます。結果、そんな風にして良かったこととしては、大好きな時間を堪能できるし、物のメンテナンスにストレスもかからないから暮らしやすくもなったし、それこそ自信を持って今僕は好きなものだけで囲まれていますって言えますね。結論、皆さんにお伝えしたいメッセージとしては、人間にはキャパがあって、大事にできるものにも限界があります。
今一度片付けの時に目の前のものに対して自分は愛情を注げてるかなというのを考えてみてください。で、皆さんがお持ちのものの中でこれから愛情を注ぎたいから残すというのもいいと思いますし、ちょっと残念だけど今まで愛情を注げなかったから、今までありがとう、愛情を注げなくてごめんねと手放すのも正解だと思います。続いて10個目、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、捨てるこそ学び、次の買い物に必ず生きるということです。僕は片付けとか断捨離っていうその物を減らす行為は最高の自己投資だと思っています。なぜかというと、片付けとか断捨離を経て次の買い物で浪費とか無駄遣いとか失敗を防げるからです。つまり片付けとか断捨離力って言ってるのか分かんないですけど、その片付けとか断捨離の経験値をどんどん積むことによって節約スキルとか買い物スキルが上がるだけではなくて、判断能力も高まると思うんですね。これは自分にとって必要かそうじゃないかっていう、まあ、判断基準も明確になるし、その判断スピードだったりとか、なぜこれがいらないのか、なぜこれが必要なのかっていう理由、明確な理由とかもバババッと言えると思うので、だからそれこそ片付けとか断捨離の経験を積み上げれば積み上げるほど節約もね、どんどんできるようになるでしょうし、無駄なもの買わないからね、必要なものしか買わなくなっていくから、お金も生み出せる、お金を生み出す家計になっていくと思うし、あとはまあその家の中だけじゃなくてお仕事とかに関しても判断能力ってすごく高まっていくというか、なんでこれが必要なのか、これはいらないんじゃないかとか、なんかそういう考えるきっかけも生まれると思うし、僕はこの必要か必要じゃないか、無駄なんじゃないか、みんなこれをやってるけど、みんなにとってはこれが常識だけど、本当にその常識って正解なのかみたいな考え方、考える癖は本当に僕にとってのその人生の土台になってるから、すごくまあ仕事にも生きてると思いますし、まあ仕事以外にもこういうプライベートな中でも生きてるなという実感がありますね。で、多くの方にとって捨てるとか片付けるとか断捨離するとか、まあ、不要なものを捨てるっていうのはネガティブなことだと捉えがちだと思うんですけども、ミニマリストにとっての捨てる、片付ける、断捨離するっていうのは学びであり反省であり、あとは未来の可能性にもつながると思ってるし、価値あるものを手に入れることだとも思ってるんですよね。だからすごくポジティブに捉えてるんですよ、捨てる、片付ける、断捨離するっていうのは。もっと具体的に言うと、まあ、今の僕の表現じゃちょっと分かりにくかったっていう方もいらっしゃると思うので、具体的に言うと、例えば片付ける時に、ああこれもったいなかったな、これ無駄遣いだったなって反省すれば次の買い物にも行きますし、で、未来の可能性っていうのはその残ったもので何ができるのかだったりとか、あ、自分はこれが好きでこれが嫌いだったんだとか、あとは自分が今の今から何をすべきなのかっていうのも分かってくるわけですよ。例えば昔の僕の例で言えば、動画の冒頭でも自己紹介しましたけど、難病抱えて仕事も健康も失ってお金がなかったんですよね。だからまずは稼げるようになってお金を貯めなきゃいけないと。だからその野球の本とか英語の本とか読んでる場合じゃなかったんですよね。まずは節約をするとか、まあお金のことについて学んだりとか、あとはまあ最初失敗しましたけど、そのサイドビジネスのことを学んだりとかね、副業のこととか、お金稼げる分野って何だろうか、自分にできることは何だろうかって考える時間を確保したりとか、なんかそういうまずやるべきこと、昔はね、何かと言い訳してこれもできないあれもできないとか言ってましたけど、いやそうじゃないと、今の今自分にできることって何だろうか、スモールステップでもいいからちょっとずつ実績を積み上げていけば可能性が広がることって何だろうかって考えるようになったんですよ。なので、物がたくさんあった時はないものばっかり見てたんですよね。あれがない、これがない、だからあれを買いたい、これを買いたい。だけど、まあ、それももちろん大事かもしれないですけど、成長するっていう意味では。だけどまずは今身の回りにあるもの、自分の中にあるものをしっかりと明確化して、じゃあ今の自分に今持ってるもので何ができるだろうかって考えたことによって、本当にチリツモですけど、本当にもう1ミリずつ一歩一歩前に進みながら、本当に複利効果的にね、どんどんその人生がいい方向に進んでいったから、そういうのって僕はすごく大事だと思うんですよね。でそんな風にそのコツコツやっていくからこそ、まあ、例えば実績が手に入ったりとか経験が手に入ったりとか、まあ、片付けた習慣ね、広い空間も手に入りますし、まあ、何か挑戦する時間も生まれたりとか、あとは節約になるから、その片付けによって
これ無駄だったなっていう反省になって、次の買い物できるから無駄なもの買わなくなる、生活費が下がる、お金が生まれる。このお金もすごく価値あるものですよね。リソースになるから。だから減らすっていうことは得ることなんですよね。そこに気づける人ってめちゃくちゃ強いというか、もう捨てれば何か手に入ることが分かってるから、ぜひ皆さんもこれから片付けるときは、捨てることイコール学びだと思って、捨てることイコール何か手に入れることだと、未来を切り開く行為だというふうに思って、前向きに片付けをしてほしいなと思います。そして最後11個目です。聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの言葉は、嫌なことが一つでもあれば手放す立派な理由ということです。片付け中、捨てるか残すか迷うことは誰にでもあります。僕も今でもあります。でも目の前のものに対してね、嫌なことが一つでもあれば僕は手放す対象だと思ってます。つまり、買っては見たけどちょっと不便だなとか、まあ、見た目が微妙だったなとか、色合いが微妙だったなとか、メンテナンスがちょっとめんどくさいなとか、あとは買ってみたはいいけど子供にとって危険だなとか、安全性がないなとか、あと僕がよく思うのは大きすぎた、重すぎたとか、分厚いとか、使い心地が悪いとかっていうのでも結構手放すことは多いですね。そういうちょっとした嫌なことがあると生活満足度が下がってしまうので、だから僕は買って使ってみて、ちょっとんと思ったもの、ちょっと違和感があるというか、もやっとしたことというか、まあ、そういうのを感じたら結構積極的に容赦なく手放すことが多いです。その結果ね、今の物量になっちゃったんですけども、僕はこれはこれでいいなと思ってます。でもちろん、なんかそういう完璧なものというか、嫌なこと一つないもの、完璧なものってそうそうないし、まあ、多少の我慢とか妥協は必要なのかもしれないですけども、ただミニマリスト的な観点で言えば、たくさんものを持ってたら、いろんなジャンルのものを持ってたら、そりゃ完璧なもので揃えるのに、まあ、時間もお金もかかるし、まあ、多分到底無理なんですよね。だけど物が少なければ持ち物にこだわり抜くって比較的簡単なんですよ。いわゆる少数精鋭ですね。つまり皆さんが好きなものだけで囲まれる暮らし、好きなものだけで囲まれて暮らしたいというのであれば、全体的な所有物の数、量を厳選していただいて、少ないものの中でこだわり抜くっていうのが大事だと思います。僕の場合、例えば今撮影してる撮影機材、三脚とか、あとは今使ってるマイクだったりとか、スマホだったりとか、iPad だったり、あとはこのスマホケースだったりとか、こちらのノートだったり、ペンだったり、後ろに見えてる服だったりとか、リュックだったりとかも、すべてにこだわりがあります。だから嫌なことが一つもないんですよね、僕の所有物に。今のところは。なので結論、皆さんにお伝えしたいこととしては、片付けをする際は、目の前のものに対して嫌なことはないか、なんでこれを持ってるのか、何が良くて何が悪いのかみたいなのをいろいろ考えていただき、もし嫌なこと、もやっとポイントが1個でもあるのであれば、すぐに手放すでもいいし、まあ、手放すことを検討してもいいのかなと。手放すことを検討してほしいなと思いますね。それが皆さんの暮らしを豊かにする第一歩になるはずです。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では、聞くだけでお部屋が片付くミニマリストの11の言葉についてお話をしてきました。今回の動画が少しでも参考になれば幸いです。最後に、このチャンネルでは今日の生活にちょっとでも役立つようなトピックを配信しておりますので、もし今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。